青堀駅は千葉県富津市大堀にある東日本旅客鉄道内房線の駅である。塗装前の駅舎駅ホーム駅前ロータリー島式ホーム1面2線を有する地上駅である。ホームは重ね上げされていない。駅舎とホームは古戦橋で連絡している。JR 東日本ステーションサービスによる業務委託駅で機密駅が管理している。自動券売機2台。 簡易水化改札機が設置されている。トイレは男女別の水薦式。国鉄時代は貨物の取り扱いもあり、駅舎の脇に貨物用ホームが存在していた。また、ホームを挟んだ反対側にも木回し線と思われる線路が存在していた。現在は共に撤去されており、貨物ホームのあった場所付近に線路を渡るための古線橋が設置され、 先回し船後も自転車駐輪場として整備された。また、戦前は第日本帝国陸軍陸軍技術本部の、富津試験場への軍用引っ込め船が分岐していた。太平洋戦争開戦前に、満州の孤島要塞へ転用されるまで、90式24センチメートル列車カノンが、富津試験場に配備され、移動や死者等で、等引っ込め船を使用していた。 2020年度の1日平均乗車人員は1,113人である。JR 東日本及び千葉県東計年間によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。イオンボール、フッツフッツ火力発電所駅前にはロータリーが整備されておりタクシーの待合室がある。駅前には国道16号が通り湾岸沿いに 大型商業施設や工場が点在する。駅出入り口反対側は、大理塚古墳群が広がる。駅近隣の小糸川を境に、秘密市となる。日東交通、京成バスにより運行される。ありがとうございます。